気をつけて。このガス危険。なんでわかる？いいこと思いついた。フームをガス洞窟のどれかに誘い込んで気絶させるってのは臆病すぎる。これは名誉ある勝利が欲しい。何度も言ってるけどな、ドラックス。インファンフームは生け捕りにするんだ。エリー・フルベンダーに引き渡して許してもらって、教会との戦いに加勢してもらうんだ。ややこしい話だ。ロケット首まで水に浸かって平気なの？これから伝説のドラゴン狩りだぜ。銀河の命運がかかってる。足手まといになんかなってられねえ。感心した。恐怖を克服したんだね。ビクビクしてもしょうがねえし。ムキムキパワーがいる。大した困難ではない。エディのやつ、フームじゃなくてこいつらで手を打ってくれたりしねえかな。よくわかんねえやつなんだけど。ひょっとすると、このガスがこいつらの進化に関係してるのか？ありがとう、グルート。率先してやってくれたな。ソフラジュードルーク！強いのだぞ。分かってるよ。盛り上げようとしただけだって。連帯感を高めたいんだよ。そしたらマクルベ。マクルフォード、他のマクルに失礼があってはいけない。見て、前方に煙。アルガスコのコーフォルマキフルタスロスデコガルマ。フームかな。人だと思うけど。よし、フームについて聞けるかも。攻撃してくるかもよ。私が様子を探ってくる。必要なら弱点も。手頃な相手がいたら見せしめにそいつをサクッとやる。仲間はショックで混乱するか、それとも降参するか、あとは残りを片付けるだけ。なあ、調子はどうだ？あまり話できなかったろ。妹の件の後？そう、それ。あと他の話もいろいろ。平気多分。分かった。ニッキーはとっくにニッキーじゃないかもしれない。いや、そうは思わない。そうなってたら決断を下す役は私に回ってくる。俺の娘だ。手を汚すのは私が敵に。そんな必要はない。でもダメだったら、ニッキーか他の全員か選ばなきゃいけなくなったら、あなたは大切な人のためなら何でもする。でも私は。同じだ。君だってそうする。だからあの子を救うために手を尽くすと信じてる。君がだといいけど。エルマビサルドゥス愉快なガルタゴスデンコーフームだ。やつが来るぞ。間違いない。もう行け、そのまま行け。バカでかい言い過ぎだ。チクショー。ああ、マジで不吉だぜ。よし、行くぞ。いらねえな。いい紹介だ。気をつけて。
フームを探してるんだけど、でかい翼にえぐい牙、紫パンツの。紫パンツってなんだよ。え、履いてるって聞いたんだけど。確かにそうした伝説もあるな。こっちに降ってくる。ついてこい。食べられた。信じろ。よくやった。さすが俺の銃。また力を見せてもらおう。任せろ。あれも溶かせ。それもだ。そう、めちゃくちゃ羨ましいぜ、ジル。そうだろ。なんで銃がパワーアップするって分かったの？もう3回も救われてきたからさ。いや、氷を溶かせるって分かった理由。一般人は下がるんだ。ここはメルティネーター様に任せ。あ、いや、なんだ。おい、ロケット、もう水恐怖症は治ったろ。ありゃ水じゃねえ。たく、楽しいおもちゃを独り占めしやがって。自分だって人を裏返しにしちまう変な銃を持ってたくせに。ああ、あれか、ジッパーな。いい加減直さねえとな。ここはそこまで寒くねえのが救いだ。毛皮着てるくせに。ブルートなんてほぼ裸だよ。ブルートは寒さに強いんだ。暑いとスーツコンって言うけどな。俺たちだって燃えるんだぞ。また頼む、ブルート。私はブルート。いいぞ。私はブルート。やっ。運命が微笑みかけてくれたのだ、友よ。あのな、でっかい隕石に潰されかけたんだ。ウェンディゴー。なんだよ、おい。名前を言ってるのかな。何か伝えたいのかも。それはない。ああ、あれは怒らせない方が良さそう。ウェンディゴー。ほら、あいつはただおお、はいはい、完全に囲まれたみたいだな。このトゲトゲの木を見ろよ。近づきすぎない方がいい。ブルートが、あっ、焼けるような痛みだ。こいつは腐食性の胞子だってよ。近づきすぎない方がいいぜ。眺めてられるぜ。よっ。マクル4は美しい。ねじれた美しさだけど。確かにここの木はねじれてる。ほら、ベル、新しいお友達だ。こ
コミュニケーションに失敗したみたいだね。上にも一匹。ロケット、セーフティー解除だ。図体の割に動きが早い。それでも遅いね。ウェンディー、ゴーホーム。分けるか。聞こえてないみたい。投げろ、ドラックス。いまいましい雪だるまを溶かしてやったぜ。このでかいクソ野郎、あと何匹倒せばいいんだ。ああもう雪猿と遊ぶのはこれっきりだ。ウェンディゴーだ。本当にその名前で呼ぶ気？だってあいつらがそう叫んでるんだぜ。ヘルベンダーはウェンディゴーも何匹か手下に欲しがるかも。恨まれてそうだけどね。あいつらがふっかけてきた。じゃあ恨みこなしってやつか。されたかな。どっちかっていうと狩り場だね。俺たちはご馳走の一部にはならないぞ。ドロドロになるまで叩き潰してやったぞ。ちょっと壁を突き抜けてグレート。原始領域でのモンスター狩りを思い出すな。封鎖区域のことを言ってるのか。今のマジでキモかったぜ。あの滑り台のせいでまだ血が痛い。本当に尻を噛まれたわけではない。まずい。おい、俺たちに石投げてきたクソ野郎だ。でかいしてやろう。ウェンディ、爆弾投下だ。ロケット。お前ら、あの墜落した船が見えるか。ほらな、この荒れ模様じゃうまく着陸できないって。リーダーを倒したからもう手を出してこないはず。報復しに来るかも。これ俺らが見たキャンプかな。いや、こいつはずいぶん昔からあるぞ。見ろ、煙は反対側から来てる。近いけどあそこに上がらないと。よし、グルート上げてくれ。私はグルート。あのくらいの高さだ。あのくらいという単位は存在しない。グルートには通じてるぜ。よし、気をつけてくれ。みんなのところに落とすからな。落下物注意。これでいける。この船は相手を貸してくれ。警戒しないと、あの煙の出所も分からない。敵がいるかも。しかしてただの一文字の焚き火じゃねえかな。それかサカールさんのリキュール。間違いなく襲ってくるような奴らだろう。ここはカミソリだらけのびっくりハウスみたいなもんだ。いい例えだね。何があんのか知らねえが、この匂いは死体、死体の匂いだ。うわぁ、全部フームの仕業か。間違いない。前方に生存者がいるみたい。誰かしら。頭がないぞ。忌まわしい触手がついた弾、あれが頭だ。しっかり聞こえてるわよ。あんたは唯一の生き残り。そうだと思ってたけど、あなたたちは何者。フームを探してる。そう、じゃあ私は唯一まともなおつむの持ち主ってとこ。フームがどこにいるか知ってるってこと。もちろん、ねぐらに戻って私の仲間を消化してる頃ね、
カルデラの氷塊から突き出た巨大な氷の塔で。安心しろ、俺らがフームを捕まえる。だといいけど、テラジ。ああ、奴に追われてもここへは戻らないで。まだ荷造りが終わってないから。君は大丈夫？哀れみならいらないわ。コントラクシアに行って一人で傷を癒すから。ああ、それはやめた方がいいかもだ。コントラクシアは今安全じゃないからさ。安全だったことが？なあ、俺らと一緒に来た方が良くないか？赤の他人に助けてもらわなくても今日は十分恥をかいた。自分の面倒は自分で見る。そうか。あ、約束がどうとかマトリアジとか言ってるやつがいたら避けた方がいい。心得ておくわ。気の毒だったね。まあ、死んだら給料払わなくていいし。ところで、あなたは狂気のタイタン人の娘じゃない？だったら？落ち着いて、面倒を起こす気はないよ。凍った海にでかい氷の物体か。私はグルート。そう、それだ。下までだいぶあるぞ。また狩りの印？俺は所有者不明だ。この死体の中の誰かのものだ。刺すチャンスがなかったんだな。今日の我らの勇気を示すために使うとしよう。究極の決戦か、栄光の敗北か、どちらかを示す記念碑となろう。フームも大変だけど、次に控えてる戦いとは比べ物にならない。ならこの戦いは究極の準決戦だ。一つずつこなしていこう。よし、みんな、ドラゴンを捕まえに行くぞ。我らは大いなる運命に近づいている。フームがキャンプ一つ壊滅させてるってのに、お前ずいぶんご機嫌だな。我らはああはならん。ドラックスに同意だ。どんな山でも谷でも俺らなら越えられる。注意しろ、檻によって勢いを増している。こんな風に死にたくねえよ。っていうのを気にしなければ結構楽しくない？そうだな、死神を困惑させてやるのだ。どうにでもなりやがれ。よし、降りるって任務は片付いたな。考えないでおこうぜ。フームを引きずっていく方法も後だ。やられたらそんなの考えなくて済むよ。地球じゃ犬にソリを引かせるんだ。ハスキー犬を並ばせて氷の上でソリを引っ張らせてさ。犬役はごめんだぜ。犬役はウェンディゴを考えてたんだ。ソリの部分はフーム。まだまだ寒くなるなんてな。こういう時ミラノにシートウォーマーを導入してよかったと思うよな。前方に氷の柱がある。ここだな、氷塊だ。最高の場所だ。ここで偉大なる獣と戦うのだ。ティンファンフー、お前を倒しに来たぞ。何やってんだ。来たって知らせたら奇襲できねえだろうが。それに倒しに来たんじゃないぞ、忘れたか。声を張れ、我らの気力を見せるのだ。ティンファンフーム、あんたの終わりは近い。おい、勝手に終わらせんな。痛くいる、行け。ティンファンフーム、昼寝の時間だ。ロケット、お前の番だ。今名前で呼んだか。ロケット、ティンファンフーム、このクソバカ畜生、ボッコボコにしてやっからな。聞いて、ここを抜けるぞ。あらゆる事態に備えるんだ。備える時間などない。そんで、どこにいる？脅かしちゃったのかもね。ありえん。フームは恐れなど知らん。そうなのか？死にゆく星の心臓から生まれた。星の心臓ってなんだよ。そういうものがある。向こうの方かな。確かめよう。